いくらグリーバス将軍の命令だからって、なんで俺様一人でこの戦艦直さなきゃいけないんだ。とりあえずやればいいんでしょ、やれば。そういえば、確かイオン砲が破壊されてあいつらの侵入を許したんだってな。そうだ、ならイオン砲を増やすのはどうだ。いや違う、イオン砲の問題だけではない。だったら敵の侵入を許す前に撃墜すればいいんだ。そうだ、だったらこのマレボランスにいろんな武器を搭載しよう。いやいや、それだと重すぎて飛ばないだろう。いかんいかん。となるとひょっとして、ちくしょう、戦艦マレボランスが悪いんじゃなくて俺自身の問題か。果たして戦艦マレボランスはどうなる。